あ、なんか走りよる走りよる。え、マジで力かけて。潰されたよ。大丈夫？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さってことで剣の塔に行かんといかんだよね。剣の塔とは外か。パッと見てわかる感じの場所なんかな。渡り廊下今の。すごい。てかこの、お、あれは、よ、よ、うんうん。私に何か用？生徒カードが欲しいの？むっつきつゆ。じゃああなたがこの条件をクリアできたらあげようかな。何それ条件とかあるの？みんな普通にはいどうぞってくれるんかと思った。この生徒からカードをもらえますか？入試条件110マニー。条件クリア済み。え？お金をせびってくる感じ？あ、家に来てる。なんだ、私のカードいらないの。それじゃあまたね。違う違う違う。うん、はいなの。はい。110マニーを渡した。なんなんここ、なんか屋外でイベントするところってこと？条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれ、私の生徒カードね。月中の生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。ふんふん。生徒カードだって。求人ボードってどこだったかしら。いっぱい集めて目指せ有名人。全部集めたらみんなでババ抜きしようぜ。トランプじゃないから。全部集めるとかできる。チアリーディング部かな、やっぱり。よし、じゃあここにさっきのつゆちゃん。学力、体力、芸術力。なんかあれじゃない、美術部とかの方がいいんじゃない。でもこの3択しかないんか。え、この3択のみ。いやね、まあ、とりあえずセットしとけばいいんかな。後々また増えるクラブ分からんけど、まあ、とりあえず入れました。オッケー。じゃあ行きました。真っ白にな。逆方向。ちょっとグローブ使う前から燃え尽きてどうすんの。どこだ。じゃあ方角がよくわからん。こっちか。あ、てかあれやん、これ解放するやつじゃない。いいよった。これこれこれ、あれ、ほらほら。僕はこの辺りを管理する学園エリア北の風水ボーイです。この辺りで悪さをする怨霊さんを15匹ほど懲らしめてきてくれたら、お礼に学園エリア北のパワーサイトを活性化させていただきます。そしたらこの辺りの人通りも増えて、君たちも注目を浴びやすくなるはずです。いいねがいっぱいもらえるってことか。僕にとっても土地に力が宿って、いわゆるウィンウィンってやつです。気が向いたら協力してもらえると僕とても嬉しいです。これはもう普通にあの、なんやっけ。なるほど、これで見られるようになって。見える世界が変わる。これなら普通じゃ見えないものもバッチリ見えそうだね。これはなんかバトルっていうボタンが出てくるよね。頑張ります。え、なんかめっちゃでかいのおるやん。え、てか多くない？もう15体って言ったっけ。そりゃ多いとか。いやー怖いよー、助けて。あまり欲しい。何言って。え、もう15体ぐらい言ってたんじゃないん。へえ、何それ、話しかけてよ。お見事です。この辺りで悪さする怨霊さんたち懲らしめてですね。お礼に学園エリア北のパワーサイトを活性化できます。うん、して。活性化条件、学園エリア北で怨霊を15体倒す。あ、ぴったり15体なんや今。え、マジで。活性化ボーナス、学園エリア北の人通りが増加する。うんうん。でしょ。では少し待っててくださいね。これで賑やかになるの、この通りが。パワーサイトが活性化して学園エリア北の人通りが多くなった。これでこの辺りも活気づいて人通りも増えるはずです。でもこのパワーサイトはまだ完全に力を解放できているわけじゃないです。え、何それ。そこで君たちにはもしよかったらですけど、パワーサイト解放のお手伝いもしてもらいたいです。そのためにはあの不思議な飴、ワイドロップをいくつか持ってきてもらいたいです。そしたらパワーサイトを解放して君たちのレベルの限界をさらに上げたり、学園エリア北にいる敵の強さも自由にコントロールできるです。え、敵の強さもコントロール、そんなことができるの。
レベル上げとかめっちゃ有利そうじゃないそれ。なんか自分たちより若干上ぐらいのレベルとかか同じぐらい。興味があるなら考えてもらえると僕とても嬉しいです。にラップをかけているのさ。何せ俺はラッパーだからな。よくわからんけど違うから素直にラップしよう。こんな感じでいいかな。じゃあとりあえず剣の塔に行きましょう。エマさん、こんな場所に一人閉じ込められてるなんて。誰これ。悪霊に取り憑かれてるとはいえ、ハッティ怨霊の僕をこんなところに呼び出すなんて一体何のようでありましょうか。え、怨霊なん君。おいたするぞ。おいたしないでください。それにしてもあの人ずいぶん真っ白い顔色してたでありますな。人型の怨霊めっちゃおるんやね。私全部バケーラみたいな感じかと思ったよ。とにかくその悪霊ってのを倒せばいいんだろ。こんなところにもあのつる。うんうん、私に何か用？生徒カードが欲しいの？じゃああなたがこの条件をクリアできたらあげようかな。はは、累計のいいね数1万2000以上。やば、まだまだ1435やもん。いいえ、なんだ、私のカードいらないの。それじゃあまたね。鶴の塔からエマを助け出してやるぜ。なにこれ、あ、ここで満腹にできる。食堂のおばちゃんネットワーク会員番号8番開けみよ。なにそれ、なにそのネットワーク。お腹がいっぱいになるみんな大好き満腹定食。そういえばお腹が減ったらなんかいいよってよね。全員分で500万人だけど食べてっかい。ねえ、今お腹どんな感じなん。はいよ。あら、食べないのね。お腹が空いたらまたおいで。時の塔ね、かっこいいセリフが大したよ。お腹別にまだそんなに空いてないね。半分以上あるし大丈夫大丈夫。あ、これミッションやっけ。あ、これを受けてからいかんといかんってこと。剣の塔のマナ娘、悪霊のせいで学園長の娘である大王子エマは断るごとに父親を殺そうとしてしまうらしい。剣の塔に幽閉されているエマの元に向かい、彼女に取り付いた悪霊を退治しよう。え、じゃあこれいちいち調べていかんかったらイベント発生せんってこと。めんどくさいね。目的、剣の塔にいるエマを悪霊から解放しよう。あ、報酬麦わら帽子に爽やかワンピースやって、あれいいやん、ふぶきちゃんやっけ。あの子にふぶきちゃんなんて名前やったっけ。あ、あっとるね、よかった。ふぶき姫やけんふぶきちゃんやけど、本当にそうやったっけって思った。これで入れ替えれた？切り替え、これか。ね、違うな。どうやってキャラクターを入れ替えるんですか？私はどうやって入れ替えたんですか？これか。なんてことだ。ちげえよ。コマくんは天然癒し系だったのか。すごい安いパワー。いや、遠い。コマくん、ありがとう。癒し系の才能あるよ。ふむ。そんなに？わからぬ。このまんま行きますか。なにこれ、いけんやん。え、なにこれ、なにこれ、いけんくない？へっ。え？え、なになになに、何が起きてるのこれ。へっ。ね、通れんねえけど。え、なぜ？なんかある？ここ。いや、なに、え、なに、見えない何か壁があるんすか？え？なに？何か、ちょ、これで入れ替えれるってこと？あ、入れ替わった。あれ、順平ならいけるとかそういうことでもない。え、なんかさ、あれなん？ここでなんか使わんといかんスキル。あ、上から向かうとかそういうこと？トン！え、違うな。ね、どうやって行くんこれ。え、どうやって行くんですかこれ。ん？なんか、あ、これか。受けたよねこれ。え、今受けたよね。受けてない？挑戦します。受けてなかった。いい家にしとったんか。え、あれ、受けんかったらさ、入ることもできんの、ね、マジで。さっきから到着してるんだけど。なんかすごい、思った以上に、こじんまりとした塔やけど、キャラ的に、まあそんな感じのサイズなんかな。すごい建物だな。いや、思ったよりしょぼかったよ。何のための場所なんだろう。学園が緊急事態になった時に重要な役割を持つって噂を聞いたけど、秘密兵器があるとか。今がエマージェンシーだろ。エマージェンシー。あー、ちょっとなんかラップするかなと思ったよ。うん、早くエマさんを助けなきゃ。めっちゃ流されたね。とりあえず中に入ろう。もう普通に対応できるんね、みんな。
剣の塔にデモを助けよう。ミッションスタート。あれが ライブ中継モード。ミッションの中には人兵たちがライブ中継されるものがあります。どういうこと？生放送で見ている観客たちがいいねやコメントを送ってくれます。たくさんいいねをもらえるように頑張りましょう。なにそれ、お邪魔します。今ライブ中継中なんよね。急にどうしたの？なんか急に返信 OK になった。大きい声出さないでよ。誰が映しよん誰が映して配信しよん。それ怖いんですけど。あんなところにもアイテムが。あっからいけるか。ギャー、ちょっと待って、ジャンプせんといかんのね。ここは渡れるの？はっ、いい、うまみオーラで、こっち側ガガガガガガ無限ピエロ。敵だ敵だ、なんかめっちゃ撃ってくるやん。出たよ出たよ、面白くなってきた。デシ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 、ちんぜんくん頑張って見守っていますよ、応援しています。すごい大盛り上がりだね。たぎるぜめっちゃ応援してくれよる、ありがとう。見守っていますよ。なになになに、これ毒みたいなの誰君。え、これ何、敵じゃないよね。え、誰、え、なにあれ、誰。一丁上がりだな。もう終わりか。びっくりした、敵かと思ったバケーラか。もっとガツッと来いってんだ。いや、あれな、兄貴。あ、変身しとるってこと。どう考えても敵はいない方がいいでしょう。あんなんやったっけあんなんやったっけ。すげえびっくりしたんやけど、みんなそんな気軽に変身する感じなん。テカテカ布をゲット。これも多分クラフトで使うんやね。うぃー、びっくり。次はこいつらか。メラ、小指一本の縛りプレイでいくぜ。いや、やめてください。いやいやいや、そこは全力でお願いします。ピロット、びっくりした、何今の。敵そこ、なんかめっちゃ出てくるやん。ちょ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 、これを、こい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 、ゴゴゴゴゴゴ、なんか知らんけどでかいやつからやったけど、いやいい、怖いよ。でも体力あんま減ってないね、私っていうかみんな。ふぅ、怖っ。何？この上？そういや今日の夕飯カレーだって。いえ、今このタイミングで。え、僕はハンバーグって聞いたの。それに対してのツッコミはないんですか？それ今する話じゃないから。おったおった、ツッコんでくれる人。お、開いた。先に進めるようになったみたい。ちょっと私はアイテムを拾いたいんですけど。ねえ、なんか。誰かに見られてる気がしない？ライブ配信されてるからね。ストーカーにつけられてんのか、それともファンか。ライブ配信されてるということは人気者は言われてないの、本人たちは。それは違うと思うよ。でも慎重に進まなきゃね。そういうことじゃなくてボスにってことかな。待ってって、まだねアイテムが拾えてないんよ。あそこのやつはちゃんと開けたんか。びっくりした、何事かと思ったよ。よし、行こう行こう。717人が同時視聴しよう、やばくない？何？怖い。どこ？怖い怖い怖い。私、可憐な。可憐なお嬢様みたいな見た目を想像していたけど、見た目自体が。おお、何何何、怖い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 。見た目怖すぎん、ちょっと。しかもあの素早さ。ええー、ちょっと待って、ストーカーっぽい音量から逃げよう。怖い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 。追いかけてくるとは。何？逃げろー！怖い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 。さっきの視線ってあれなの？出たなストーカー。ちょ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 、怖い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 。え、待って、ポーズとか取れんねんけど余裕が。ストーカーすぎだろ。どう見ても違うでしょ。ストーカーっぽい音量が。ちょ怖いんですけど、助けて。いいだろー。いてない。ひー、あの樽は多分あれよね、パンチとかで壊さんといかんやつだよね。
これは体力回復ってことでいいかな。怖い。そんな間抜けな一面が。また音量が出てきたよ。引っかかっとるまんま。いやー、助けて。やだ、先に行かないで。お、あ、そうなんや。なるほどね、さっきからなんかコメントの中で目立つコメントがずいずいあるなって思いよったけど、あれはフレンドになっとる人じゃないや。変身したのね。ね、みんなめっちゃちょいちょい変身するけどさ、一回変身したらなんかぬすっと無限ピエロをゲット。あ、なるほど、ちゃんとなんかそれ仲間も増やせれるんや。やったー、あれや、妖怪メダル的な。あ、びっくりした、敵やった仲間かと思ったよ、普通に。前世をゲット。にゃー、怖い、ちょ、避けさせて。このフレンドからの応援っていうのは普通の応援となんか違うんだ。なんかあのライオンみたいな見た目さ、普通に敵に見えてびっくりするんやけど、なんかミラーボール出とった痛いですね、痛いですね。何なんだこのデブネズミ。ももだよ。あからさますぎる罠にかかってる。痛いですね、痛いですね、とっても痛いですね。ここがジバニャンの声なの。仕方ねえな、今外してやるから。てか、なんでそんな話し方なんかわいいんやけど。ありがとうですね。それが語尾なのね。急いで、ここに長くいるのは危険だから。そうそう、いつね、また上がってくるか。あ、来たんじゃない、来たんじゃない。へえ、二足歩行なの。しかも出たですね。いや、待って、また逃げるんやろ。あの子全然大丈夫やん、つけたまんま走れるやん。また来たよ。逃げるんやろ。はい、早く逃げろ。来た。しかも後で外してやる。ちょっと見えないんですけど、やばいくらい忙しいんだ。あのやべえですね、やべえですね。えー、どこ。私じゃなくてモモンガですね。じゃあ、あのセリフの吹き出しで全く見えなかったんだけど、恐ろしすぎる。全くもってポーズが決められない。助けてください。お、ちゃんと破壊できた。やったね、初めてちゃんと破壊できた気がする。どうにかして何回続けるんですかね、それを。お、もう敵は出てこない感じ。あれ、尻尾の取れとるやん、いつの間に。助かったですね、食べられるところだったですね。罠も取れたし、これで自由だな。さっき走り寄る間にってこと。ありがとうございます、ありがとうございます。何もしてないけどね。このご恩は死んでも忘れませんね。すごい癖のある感じ。あんな罠に引っかかるか。その大好物のチーズについ、手を出しちゃったですね。モモンガも大好物はチーズなん。ネズミのイメージやけど。てれ、母出てきた。休む暇もねえってか。デブネズミ、お前は先に逃げろ。やっていくか。あれはなんかフードをかぶっとる感じなんかな。あとは任せたですね。モモンガですね。足細っ。え、どこからでもかかってこい。どこ行ったんだよ、あの子は。何、コビ真似しなくていいよ。これはなんか何、ちゃんとした戦闘なのか。全員まとめてやっつけて。今持っていますよ。お、ラッパーブランクワーが来て。何、どうしたの。あれ、敵は。お前の時間だ。ねえ、変身するタイミング。あ、まだいたわ。まだいたわ。あれは何、バキエラの攻撃ってこと。持ってやれるさ、頑張ります。
みんな女トランプちゃんと上がりよりやん。なるほど、じゃあ自分が誰の方がしたいかってことやね。正面から攻撃するのは危ないな。めっちゃいろんなもんをしとるやん。盛り上がりすぎじゃない？なんかチーズですね。え、なにまたチーズ。あ、モモの声、上の階から聞こえたよ。え、でも上の階、あ、今から行けるの？開いた開いた。また罠に引っかかったんじゃない？大丈夫な、あの子。はい、登っていきます。もう追いかけてこないの？あれ、モモがいないね。お、罠にかかったんじゃ。ほら、なに？また罠だったですね。なんかタルと一緒に落ちてったんだけど。セブナズミー呼びか、うー。あ、いたー。え、怖い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 。うわー、ちょっと、ルーキー飲みなさいよ。だからモテないのよ、ストーカー。ね、あれがお嬢さんなんじゃないの？お前らさっさと逃げるぞ。ちゃんと人間らしい部分もあるとショックを受ける。また来たよ。ひぇー、ねえ、そうか、ねえ、それ卑劣な罠を使うとは。それだよ、相手じゃないけど。それでも、疑問だ。落ちてもいいね。怖い怖い怖い。そうか、そうだよね。さすが吹雪さん、かわいい。あ、でも怖いって。今日私は今どこにいるの？どこ？どこ？目の前にいるじゃねえか。見えてるでしょ。どこ？めっちゃなんか音符出しながら軽快な感じで逃げていく。終わりかけのところあたりでハートが2匹よんかな。え、そう思ったけど全然違う。まだ終わらねえ。イエーイ、ハート。でもいっぱい回復できるのはちょっといいかも。いたこれが最上階。ほら、もう戦いそう。引っかかる部分がなかった。いたいたいた、おいた。あれ、なんかおいたするなんちゃらみたいな感じの音量がおらんかったっけ、下に。あれがついとるわけではない。ちょっと待って。はい、ここで変身します。トリセクタデイ、剣豪ベニマル。え、ね、これが今さんじゃないの？違う。これじゃないな。で、使えんかった。あ、怖い。で、待って、まだ溜まってないんだ、わざが。大盛り上がり。どこ？ここだよ。いいよ。イエーイ、なんかめっちゃいいね、集まりよる。イエーイイエーイ。君を噛みたい、やめてよ。あ、君を食べたい、やめてください。あと1000。まだ半分近くあるんやね。ちょっと待って、ね、止まってくれ。目が回る目が回る。よいしょ。私が今どこにいるのかがわからない。なに、どうした、どこから現れた。モモだよじゃねえわ。なに、あ、なんか走りよる走りよる。え、マジで力が潰されたよ。大丈夫？お、チャンス。え、ちょっと待って、チャンスで変身が解けている。このタイミングで、ゴゴ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 、さようなら。
やめてあげて。本当に食べられちゃったのかな。マジで食べられ、早く溜まってください。よっしゃ変身、もう一回。あの1回の戦いにつき1回でいいよ、そのシーン何回も何回もね。マジでいくぜ。待って、怖いです。なんかめっちゃスローモーションじゃない動きね、超スローモーションじゃない。なんであんなスローやったんやろ。で、何か光線が出されそうな予感。ほら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 、おっしゃー、ジンペイお腹空いてる。あ、みんなお腹空いてんじゃない。ちょっとちょっとちょっとポーズ取らせてよ。ミッションクリア。そんなところにいたの私。結局何だったのよあいつ。で、倒したけどさ、これでエマも安心だな。え、倒したけどあれエマじゃなかったよね。びっくりした。なにこんなところに観客がいるんだけど。え、あんなところに観客がいるんだけど。誰？警備員さんみたいな格好やった。いやー、ひどい目にあったですね。なんか結構な大きさ。え、でかくなった？あなた、食べられてなかったっけ？ずっとこんな大きさやったっけ？すでにさっき、螺旋階段から落ちて死んじゃってたんですね。え？何？どういうこと？死んじゃってた？あ、これ怨霊の状態ってこと？今食べられてもなんともないですね。不幸中の幸いというやつですね。そういう感じで復活してくるの？いやいやいや、不幸中の不幸だと思うよ。え？というわけで、ももも皆さんについていくですね。何がというわけなんだ？お、メダル？召喚メダル、ももを手に入れた。ミーがいればみんなを乗せて飛ぶこともできるんですね。え、マジで？じゃあそれで空飛ぶ絨毯みたいな感じで行ける場所があるってこと？こんなに小さいのに本当か？まあ一人しか乗れなさそうやけど。もう一回召喚してみるですね。召喚し直し。よし、やってみるか。お前の時間だ、デブネズミ。呼び方ちゃんとしてあげてよ。あ、でかっ。なんかさらにでかくなった。本当にでかっ。おお、こんだけでかけりゃ背中にも乗れそうだな。全員くっつくことができそうかな。学園の中もすぐに移動できるかも。体広げたらもっといけそうか。もんもんがやし。それぐらいならお安いご用ですね。え、ルーラ的な感じってこと？楽しいじゃんか。しかしこれでデブネズミらしいデブネズミになったな。どういうこと？ネズミじゃなくてモモンガですね。モモトラベルができるようになった。モモトラベルについて。モモトラベルを使うとモモに乗ってスイスイ移動できます。全体マップを開いて Y を押すと移動できる場所が表示されるので、選んで決定するとモモに乗ってビューンと素早く移動できます。いろんな場所にある巣箱、モモポートを見つけると選べる行き先が増えるので探してみましょう。ほう、あれがモモの小屋ってこと？巣箱。まあ、雲外鏡的なものが必要ということなんか。それで、ここが一番上の階みたいだけど。じゃあ、エマが囚われてるのは、もうすぐそこだな。あの子なんかと思った。ちょっと俺が助けてくるぜ。あの子っていうか、あの不気味な。ちゃんと別でいたのね。何？ちゃんとなんか豪華な部屋が与えられとるやん。どうも。君がエマ？はい、大王子エマです。あれやね、なんか女の子版って感じ。俺はジバジンペイ。学園長に頼まれて君に取り付いた悪霊を退治しに来たぜ。さあ、悪霊を出して。出して。さっきのじゃないの？悪霊って何のことですか？え、だから君に取り付いてるなんかすっげーやばいやつ。っていうか、出してって言われて出せるものなの？話が違うな。違いますか。まあいっか、悪霊もどっかに行ったのかもな。そんじゃエマ、今すぐ外に出よう。え、何？どうした？もう階段はゴリゴリだし、パーッと空でも飛ぼうぜ。
すぐに飲み込むのね。まあ一応これでクリアってことやろ。行くですね。毎回毎回その自己紹介別にいらないよ。かわいい。これで OK ですか。ようやく帰ってきたか。エマを助けてくれたのだな。へへ、バッチリだぜ。おお、諸君、よくぞやってくれた。それで、私の可愛い娘はどこにいるのだ。こちらに。エマ、入ってこいよ。はい。この子でしょ。愛らしい声。誰だねこれはって言われたりとかしないよね。間違いなく私のマナ娘エマ。うんうん、さあエマ、パパの胸に飛び込んでおいで。パパ。エマ。何を見せられているんだい。おう。おお。うん、出たよ。これやん。あれでもなかったんや。怨霊退治したはずなのに。じゃあやっぱりあれは入り口のところにおった怨霊のやつやったんだ。別の立ち去ったことにしてたから。ねえ、消えた消えた。おかしい様子はなかったのに、どうして。エマさんに取り付いていた怨霊が正体を現したように。あれなんかと思ってたのに全然違ったんや。あれは親の目。取り付いた者の家族を襲う怨霊よ。本人ではないんや。だからエマさん一人の時は何の害もなかったんですね。へえ、あ、じゃあ家族がおる時に出てくるんや。そんな。でもさ、今までは本体は出てこんかったってことか。私のせいでパパが。なんか全然怨霊のこととか知らんかったみたいだしね。まあ、お前のせいじゃないって。学園長のことなら心配すんな。胃袋から引っ張り出してきてやるよ。なんかのんきだな。新平さん。じゃあみんな次のミッションよ。次はあれをやっつけろと。怨霊を親の目を退治して学園長を救ってちょうだい。うん。やだ。了解。怨霊親の目を退治せよ。学園長ってうまいのか。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは、あの音量を呼び出したのは誰？なんかこんなところに呼び出されたみたいなこと言ったよね、あれ。何やったんやろ。